こんにちは、助産院バブバブ助産師のひさこです。はい、皆さんからいただいている質問にお答えしますシリーズパート68いきます。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、ではいただいている質問どんどん読みます。幸子さんです、ありがとうございます。はい、現在1歳2ヶ月の息子がいます。息子が生まれた時から右のおっぱいの出が悪く、また陥没乳頭でもあるので息子は右側のおっぱいを飲んでくれませんでした。現在も左側のおっぱいのみあげています。なので最近は左右のおっぱいに差が出てきました。左側は柔らかいですが、あげてない右の方は硬い感じがします。右側は絞ると少し母乳が出ますがドロドロとしています。また最近右側のおっぱいが張るような少し痛い感じがする時があります。病院で見てもらったのですが問題はなさそうで、胸が張ったらシャワーで温めて母乳を出して、その後アイスで冷やしてねと言われました。ドイツ在住なのでドイツの病院です。少し前に右側の母乳を絞ったところ、次の日は右側のおっぱいが痛み微熱が出ました。片方のみの断乳の場合、何かケアはした方がいいでしょうか、それともこのまま放置しても大丈夫でしょうか、ということです。はい、現在1歳2ヶ月ということなのでね、もうおっぱい自体は左のおっぱいなんか特に軌道に乗り切ってると思うんですね。なのでやっぱね、子供みんなね、左右差ねあるんですよ。好きな方こっちのおっぱい好きやけど、こっちはなみたいな微妙な、その硬さとか出方とか、まあ、いろんなことで子供ってより好みをしてね、もう片乳おっぱいしか嫌だっていうことって結構今ます。でそれをやられると、どうしてもおっぱいの方は左右差が出てくるし、ね、大きさも違ってくるし、乳頭の位置も違ってくるし、色も変わってくるし、硬さも違ってくるし、絞った時の母乳の色も違ってくる、粘りも違ってくる、いろんなことは違ってくるんだけど、それはまあ言ったらね、母乳っていうのは必死になって親がやりたいと思ってやるもんではなくて、子供が主体でしょう。子供が欲しがるからあげるっていうのが本来の姿だから、子供はこっちのおっぱいは嫌いやねん、こっちでいいねんって言われたら、あ、ですよね、はい、じゃあそれでお願いしますってなるのが、まあ、自然な姿なんかなって思うんですね。だから、まあ、そこでトラブルが起きたら困るけども、大きなトラブルが起きてないんやったら、あと断乳した後の 見た目の問題はあるよ。位置が違うよねとか、大きさがねとか、ブラジャーどっちの大きさのおっぱいに合わせんのとかあるけども、まあ、それぐらいの話であってね、機能的なところで言うと別にそれでトラブルが起きてないんやったら、もう自然に枯れていくのを待ってあげればいいんかなというふうに思います。で、変にねお風呂 で絞ったりとかアイス飲んで冷やしたりとかしたら、おっぱいは枯れていこうとしてるのに、子供の要求に合わせてそれに見合って動こうとしてるのに、そうやって絞ることによっておっぱいさんが、え、何、もうこっちは飲ませへんから枯れていく方向やと思ってたの、え、何、作らなあかんの、え、どないな、え、もうわけわからんねんけどって混乱するわけですよ。そういうことをするから結局微熱が出たりね、乳腺を起こしたりっていうことになってくるのでね、うん、痛みが少々あったとしても、それは別に我慢できひん痛みやったりとか、こう見た時に赤く腫れてるとか、でっかいしこりができてそれがどんどん大きくなっていくとかいうことがなければ、もう放置してください。いいです。そうしながらだんだん自然に枯れていくのを待ちましょうっていうのでいいです。だからその痛みが我慢できない程度なのか、痛みがどんどん増していってるのか、しこりがあるのか、赤く腫れてるのか、熱が出てるのか出てないのか、はい、そこら辺で判断で、多少腫る、それは別に構いません。で、1歳2ヶ月はどうかな、生理ももう帰ってきてるんかなというふうに思うんですけども、生理前やったりとか生理始まって 2,3 日の間はそのおっぱい乳腺もね発達するからね、じゃあ飲ませてない方のおっぱいも飲ませていないし、乳腺はもう萎縮してきてるんだけど、そのホルモンの関係、生理のその周期に合わせてそっちの飲ませてない方の乳腺が少し反応して張ったような痛いような感覚になるっていうことももちろんあります。なので我慢できるかできないかで、もう変に触らない方が私はいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん、で、もちろん絞った時にもうとんでもない色の、ね、粘り、なんか練乳みたいなやつが出てきたりもするんだけど、それは別に構いませんのでね、自然に吸収されてなくなっていくからね、はい、形で左側の好きな方のおっぱいで行くとこまで行ってもらって、で気になるようやったら終わった後一回おっぱいマッサージを受けるといいのですが、まあ言うてもドイツなのでっていうところがあるから、そこでその断乳全部終わった後にもどっちものおっぱいが痛みがあるとか、ね、しこりがどんどん大きくなるとか、赤く腫れてくるとか、熱が出るっていうことがなければ、もうそれで自然にフェードアウトしていったよっていうことになると思いますので、変に触らなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、次いきます。エスメラルダさん、はい、ありがとうございます。はい、現在第2子妊娠中で、1人目が
緊急帝王切開だったので予定帝王切開の予定です。1人目の帝王切開の時に髄液漏れの頭痛が起きてしまい、それがトラウマで2人目の帝王切開が恐怖で仕方ありません。硬膜下麻酔なしだったので、傷の痛みも激痛でしたが、それより頭痛が辛くて赤ちゃんのお世話もまともにできなかったので精神的にも落ち込んでしまい、毎日泣いていました。こんな体験は二度としたくないのですが、予防できることなどはあるのでしょうか？それとも体質、医者の腕、それとも運に任せるのしかないのでしょうか、ということですね。はい、帝王切開の時の麻酔っていうのはね、2種類あるんですよ。で、硬膜外麻酔っていうのとくも膜下空麻酔っていう2つがあって、緊急の時はくも膜下空麻酔っていうやつをやります。硬膜外麻酔っていうのはゆとりがある時しかできないんですね。だからゆとりある計画の時は、の帝王切開の時は2種類の麻酔を入れるんですね。でくも膜下の方に入れるやつっていうのは速効性があるんですよ。すぐ効くんですね。その代わりで効き目も強いんですよ。でも長く続かないんですよ。だから緊急の時はこっちが選ばれる。で硬膜外の方は、くも膜下に比べたら効き目は緩やかやねんけど、長期効くんですね。緩やかにずっと効くんですね。だからこれを入れとくことによって術後、2日間ぐらいずっと入れときます。ここからこうチューブが出ててね、こんなボタンを渡されます。で痛み我慢してきたらボタンを押して、ほんならあの麻酔液がね中にシューって入って、で痛みをコントロールできるっていうので、術後2日間ぐらいは硬膜外麻酔が入ってるとめっちゃ楽なんですよ。緊急の場合はこれが入ってないので速効性あるけど効き目がすぐ消えてしまうくも膜下麻酔の方しか入ってないから、これ術後めっちゃきついことになるんですね。でこのくも膜下の方に入れるときに、くも膜下腔があって、その外に硬膜腔っていう隙間があって、ほんで硬膜があって、あちゃん、くも膜下腔、硬膜、硬膜外のこの隙間があって、そう、その隙間をこうぶち破ってくも膜下腔に麻酔液をこう入れるんですね。注射針をこう入れるんですよ。ってなった時にこの突き破ってしまうことによって、その隙間のところをね、髄液っていう脳からずっとこう流れてる、脊髄を流れてる液体が流れてるんですね。それがね、その麻酔を入れる時に液体が漏れてしまうことがあるんです、ちょっと。でその漏れてしまうことによって、この脳の中のこの圧が変わってしまって、その液漏れ、髄液漏れによって頭痛が副作用で、この麻酔やった時に帝王切開の麻酔をやった時にね、起こることがあるんですね。でこれは、医師の腕というより、これもね運なんですよ。はい、麻酔科医がちゃんと やったとしても、たまにそういうことが起きてしまうんですね。これもほんまに運の問題、体質も関係ないんですよ。運の問題なんですね。で起きてしまうっていうのも、何にしもあらずやねんけど、でもこの場合っていうのは滅多なことではないし、繰り返されることっていうのはまずないかなというふうに思います。で第一子の時にすごい辛かったから、2人目も同じ強烈な頭痛っていうのはまずないかなとは思うので、そこはそんなに怖がらなくてもいいかなっていうふうに思いますね。運に任せるしかないです。で逆に第一子の時にそれだけ辛い状態でも産後耐えて今生きてるやん、で2人目妊娠してるやん、ということは次はそれ以上にしんどいお産はまずないって考えてください。はい、そういうふうにいいように考えへんかったらやってられへんからね。うん、私も12人目で初めて帝王切開を経験したんだけど、幸い私は髄液漏れの頭痛っていうのは経験せずに済みました。あ、よかったとか思ったんですけど、中にはやっぱそれで苦しんでおられる方っていうのもいらっしゃいましたね。あまりにもひどすぎてもう入院中一切もう起き上がれないっておっしゃってました。そんな人もいたからね、もう本当にこれは運に任せるしかない。帝王切開のお産全部そうだけど、もう何があるかわからへんっていうのがお産なんかなというふうに思います。1人目の時は運が悪かった、2人目も悪かった、まずならん、その方の可能性の方が高いと、エスメラルダさん思っといてください。はい、はい、では次いきます。RAMRINES さんです。はい、ありがとうございます。はい、もうすぐ7ヶ月になる息子がいます。出産してからずっと混合性育ててきました。6ヶ月半で 7100g と小柄ですが、離乳食は毎回 100g 以上完食で、すごいだおり、体重の増えも良くなってきました。今2回食なのですが、時間がかかるので3回食になる頃までには完全ミルクにしたいと思っています。まずは離乳食の後だけミルクのみにしてみようと試みましたが、嫌がって飲みません。主人に頑張ってもらってもダメでした。短時間でも母乳を飲んだ後ならミルクも機嫌よく飲みます。どうすれば完全ミルクに移行できるでしょうか、ということなんですけど、これはね、もうね、多分無理
無理や。これね、赤ちゃんもね、もう7ヶ月になると ね、自分の意思っていうのはっきりしてるんですよ。この子きっとおっぱい大好きなのよね。だからその離乳食も頑張ったよ、もう頑張って疲れたみたいな時に、そのしんどかった気持ちをこう癒してもらうの。まずおっぱいちょろっと飲まへんかったら次の段階にいろいろ行かれへんねんやんか、とりあえずおっぱいで気持ち落ち着けてから次の段階言うてやみたいな主張しとるわけよ、これね。なのでめんどくさいけどね、もう離乳食の後ミルク飲ましたい、ちょっとおっぱい飲まして、それで満足して、もう 100g 以上も完食してるっていうことなんでね、小柄ちゃんやけどすっごいじゃないですか。もうこんだけ食べてる時点で、その後のミルクとか母乳必要って言われたら、これもいらんかもしれんね。あのそのうちいらんって言うんちゃうかな。うん、なのでもうしっかり食べてくれてるのでね、まあ、離乳食は必ずしもミルクとか母乳みたいに栄養素を 100% 完璧な5大栄養素完璧にみたいなことは難しいんですけど、うん、だけどまあそこは神経質にならなくてもいいと思います。 100g 以上も食べてるんやったら、食べた後もう機嫌よくしてたら別に母乳もあげんでもいいかなと思う。うん、もう気がよく欲しがる様子がなければね、もういいですよ。でまあ7ヶ月なんだけど、もうよく食べてるからね、これもうめんどくさくなければ3回食に増やしてもいいかなと思いますね。はい、でじゃあ3回食になったらもうメニューも考えなきゃ大変やんってなんねんけど、こんなんね毎食ね同じでもいいんですよ。本日のメニューでいいんですよ。はい、あの多めに朝作って、それを3回に分けたらいいんですよ。だから本日のメニュー全く同じかける3、はい、そんなんやったら3回でもできるでしょ。そんな感じで離乳食でもっとね力抜いていきましょう。はい、ということで、あの欲しがらないんであれば離乳食の後のミルクや母乳別にあげる必要ありません。飲んでくれるんやったら母乳あげてもらってもいいけど、その後のミルクはおそらくこの子は言うてるうちにもういりませんになっていくと思います。なので完全ミルクに移行するっていうのはちょっと難しいかな。これはだからこの、このママの、ママがこうしたいっていうものであって、子どもの意思っていうのはもう全然尊重されてないよね。あのママが大変じゃない方法を選んでいったのらいいんかなっていうふうに思うんですよ。時間がかかるから3食になるまでは完全ミルクにしたいでしょ。時間がかかるっていうところがこのママにとっての負担なんでしょ。じゃあ時間がかかることをやめたらいいんでしょ。じゃあ離乳食食べてるんやったら、その時間のかかるミルク自体をやめちゃえ、母乳をやめちゃえ、それをやめるっていうことが一番の選択肢かなっていうふうに思います。めんどくさいけど、まあ、頑張れるんやったらおっぱいちょろっと飲ませたらいいし、いらんやったらもう一切やめちゃってもいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次いきます。ペコポコさんです、ありがとうございます。保育園に通っていない2歳7ヶ月の娘がいますが、まだ簡単な単語数個しか話せません。話せない単語は頭文字しか言いません。例えばリンゴだったらリしか言わない。かわいいね。はい、私には口の動かし方、舌の動かし方がわからないように見えます。宇宙語すら話しません。久子さんの発達についてなどの動画を見て焦らずに見守っているつもりですが、やはり気になります。娘は卒乳が10ヶ月と7日でした。早かった。それも苦労することなくすんなりと卒乳しました。先日友人と話していて、これらのことを話したら、発達面はゆっくりなのに卒乳は早かったねと言われました。友人のこの言葉に悪意はないと思いますが、心に引っかかっています。もっと長く授乳していれば栄養もしっかりとれて、言葉ももっと早く出たり、今とは違ったのかなと思ってしまいます。卒乳が早いと言葉が遅くなったりするんでしょうか。何か関係はありますか。10ヶ月の息子がおり、10ヶ月になる前に卒乳しました。なので息子も言葉が遅いのではないかと心配になり質問させてもらいましたということなんですけど、卒乳の時期と、言葉の発達っていうのは全く関係ないです。はい、早い子は10ヶ月ぐらいでおっぱいとかミルクもういりませんって言いますね。食べるの好きな子はね。かと思ったらめっちゃ好きな子は3歳4歳まで飲んでる子もいるんだけど、それと喋るっていうところは全くそれは比例しないということをまず覚えておいてください。なので娘ちゃんの前はたまたまで、息子ちゃんもさあここからまだ10ヶ月やからね、さあどうなるか、これは見ものかなというふうに思います。でママがねおっしゃってるように、舌の動かし方がわからない、口の動かし方がわからないような風に見えるというふうにおっしゃってましたけど、言葉が出るためにはね3つの要素がいるんですよ。まずその言葉の理解ね、これはワンワンって言うんだな、ニャンニャンって言うんだなという言葉の理解っていう部分と、あとはコミュニケーション、人とコミュニケーションを取りたいというその気持ちっていう部分ねっていうところと、あとは発音ができる口の動かし方の問題なんですよ。でこのママさん、ペコポコさんがおっしゃってるように、口の使い方がわからないように見えるっていうところは、もしかしたら2歳なんだけど、その一番最後の私が言ったこの
この3つの要素のうちの発音っていう部分、そこの口の使い方っていうのが上手にできていないのかな、そこの発達が少しゆっくりなのかなっていうふうに思います。で、問題になるようなね、都合の少なさっていうのはですね、ただ言葉が遅いっていうだけじゃなくって、例えばこのリンゴっていうのはだからリとしか言わないって言うてるけど、でも親子のそのコミュニケーション取れてますとね、そこから問題になってくるんですよ。発語はないけど、そのリンゴについて2人で語り合えてるっていう、そのママからしてその若子とのコミュニケーションの難しさ、感覚的なみたいなものを感じるかどうかっていうところ、そこなんですよ。その大抵のことは言葉ではないけど非言語的な言葉以外の方法で指示がわかるかどうか。例えばそこの靴下取ってって言ったら取りに行ってきてくれるかとかね、これ非言語、分かったっていう言葉は出てないけどそれをちゃんと取りに行ってくれるとか、おむつどこって言ったらこう指そこみたいな感じで指さしてくれたりとか、そこに連れて行ってくれるとか、そういう言葉を伴わない非言語的なコミュニケーションっていうのが取れるかどうかね。例えばその自閉症であったりとかで発達障害ね、その子たちも言葉ってゆっくりやったりすんねんけど、言葉だけじゃなくてその非言語的なコミュニケーションっていうところにもママがうんーっていう、なんか全然その指示が入らないなみたいな、うん、言葉なしの指示が全然なんか伝わってないなみたいな、この子とコミュニケーションができない、目が合わないんだけど、声かけても振り向いてもくれないんだけどみたいなね、いろんなその違和感が複数に出てくるんですよ。だからそういうことがこうペコポコさんの中でないくて、ただ言葉がゆっくりなだけっていうことやったら、これは単にほんま言葉がゆっくりさんなだけなのかなっていう気がなきにしもあらずです。ただそのね、言葉のそのこの発音の仕方、口の使い方っていうのは、そこら辺っていうのは少しトレーニングが必要な場合もあります。なので、まあ、これから、まだ2歳8ヶ月だけども、3歳検診とかね、そんなところでやっぱ気になるんやったら、あの保健センターに声かけてもらったら、ちょっとその言語の発音の仕方、舌の使い方みたいなののトレーニングですね、あのこういうのを言語聴覚士さんっていうね専門家がいるんだけども、そういう方とともに少しこうフォローして、あのトレーニングを積んであげることで、あ、もうびっくりするぐらい喋るようになったわみたいな、そんなケースもバババでよくね見受けられます。うん、なのでほんまに言葉だけじゃなくって、卒入の速さは関係ないからね、うん、あのちょっと様子を見てもらったらいいのかなっていうふうに思います。気になるようやったら、まあ3歳ぐらいになったら1回保健センターで相談してみてもらって、その自閉症云々じゃなくてね、単にその発音、言葉のこの口の使い方が下手くそいるから、そういう子ね、はい、そこら辺で相談してもらって、そこをフォローしてもらうっていう、少しトレーニングを積んでもらったら多分問題なくいけるんじゃないかなという気がしています。はい、ということで皆さんからの質問にお答えしますシリーズパート68でした。はい、12人目産んじゃいました助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。